厚生大学第二中学校高等学校は神奈川県川崎市中原区木月大町に所在し中高一貫教育を提供する私立中学校高等学校高等学校において中学校から入学した内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒との間では高等学校第一学年から混合して クラスを編成する併設型中高一貫校。設置者は学校法人法制大学。略称は二中二校、法制二などである。創立以来男子校であったが、2016年度より教学科が始まり、2018年度に全面教学科が完了した。中高一貫制の教学校で法制大学の付属校。中学から大学までの 10年一貫教育を掲げ、それに合わせた学習カリキュラムが実施されている。中高ともに、平成19年度より週5日制から週6日制に、変わり、新カリキュラムによる教育が行われている。また、クラブ活動が活発であり、ラグビー、ハンドボール、フェンシング、陸上競技、アメリカンフットボール、バレーボール、バスケットボール、放送部、吹奏楽部、合唱部、 物理部など多くのクラブが毎年全国大会や地方大会で活躍している。特に公式野球部は過去9回夏の甲子園に出場し優勝2回、準優勝1回の実績がある。また2017年春にはハンドボール部が全国選抜大会にて初優勝を果たした。さらに合唱部は2017年の 第60回神奈川県合唱コンクールにて銀賞を受賞した。学習面において、高校では入学時に美術クラスと音楽クラスに分けられるため、2年間の大半の行動が同じ芸術クラスとなる。また、3年時になると進学別にクラス分けがあり、理系クラス、文系クラスに分類される。平成18年度より、 ゼロ次元目と呼ばれる20分間の英語学習が実施されているほか、トーイックブリッジを年2回受験する。中学では3年時にニュージーランド、行き、津島、北海道、九州などへ研修に行く。進路では高校において進学要件を満たせば法政大学への非推薦権を保持したまま学部に関係なく他の私立大学や国公立大学を受験することができる。 教育理念、教育目標、2016年度入学生より、中学、高校同時に教学化された。これまで違いを認め、教学化を軸とした改革のコンセプトは、武蔵小杉からの新たなステージ付属校であることの可能性都市、伝統と蓄積と土台とした教学化を打ち出している。学校名、交渉、校歌などは変更せず、 以前との継承性を意識したものとなっている。中高ともに生徒会活動が盛んであり、体育祭や学園祭である日光祭、日中文化祭の運営の中心となるばかりでなく、日常の学校生活においても主軸をなしている。特に高校生徒会は中央委員会を中心として様々な活動を行っており、それら活動は年度末に生徒会期間し、 公正に公としてまとめられている。中央委員会は年2回開催される大議員大会を通じて、生徒側の要求を討議した上で学校側に伝える役割もになっており、こうした活動はすべて方針と総括によって目標の明確化とその見直しが毎年度行われている。毎年1万2000人程度が来校し、国内でも有数の規模の来校者数を誇る。 クラスが主体になって行うクラス企画や体育連盟や文化連盟の企画する催しが行われている。体育連盟は大体が公開練習や招待試合をしている。また、クラス企画は毎年のテーマに従った審査基準による来校者と学内関係者の投票によって企画賞が各学年3クラスずつ選出される。また、 2014年からは来校者のみの投票で選出する特別賞が設定された。武蔵小杉駅からの通学路には厚生通り商店街があり、学校側と商店街との定期的な懇談会が行われている。また吹奏楽部が元住吉、ブレーメン商店街のイベントで演奏するなど様々な交流が試みられている。戦前の法政大学、気づ校舎旧と系統校舎は、 昭和11年に法政大学予科校舎として建設され、戦後もに中高のシンボル的な存在となっていた。近隣地区においては、慶応義塾高等学校の校舎と並ぶ歴史的な近代建築物であり、これを保存、存続しようという動きがあった。しかし、2016年度の男女教学科に向けて校舎を全面改築することが発表され、 老朽化が進む時計投稿者は取り壊され、新しい時計投稿者の使用が2014年度より開始された。新校舎の建設は、現在の敷地内で、ほぼ全面的に建て替える計画で、平成25年1月から実施された。仮設校舎を作らず、建物ができ、次第、順次供用を開始する形で建設を進める。平成29年3月、 中学グラウンドの竣行をもって、新校舎への建て替えが完了した。新校舎の設計は、類設計室。2017年3月には校舎及び施設の建て替え工事がすべて完了した。テニス選手、ラグビー選手、水泳選手、元バレーボール選手、元プロ野球選手、競輪選手、サッカー選手、その他スポーツ。ありがとうございます。